私の人生する。作文の点を聞いたとき、たくさんのことを考えました。旅行したときのことや、家族との考え方の違いなのです。選ぶはとても難しかったです。でも、私が一番大切、すみません、私は一番心に残ったことは、家族との関係です。子供の時、子供の時から、父と母と姉の一番大切なことは、神様と宗教です。毎日バイブルを読んだり、毎週土曜日に教会に行ったりしています。そして、子供の時、私の生き方もそうでした。神の指示通りすることは一番大切なこと。二番は家族。三番は何でもいい。と父と母いつも言っていました。だから、10歳7の時、私は神様をもっと知るために本気で勉強しました。バイブルを全てを読みました。いつも神は人生に何をするのか、そしてどの道が正しいかを考えていました。それから学生になって進学について考えました。その年は神の勉強のことだけをしました。でもその勉強から私は自分にたくさんの質問を始めました。私は自分にたくさんの質問をし始めました。バイブルの始まりはどこですか？どうしてたくさんの考え方があるんですか？私の考えることは真実なのか？その頃、友達の間でアニメが流行し始めました。アニメも私の人生を変えた一つです。アニメから日本文化に出会いました。日本のいろいろなことに興味があります。科学技術から人生の見方まで、そして日本に行くことが私の夢になりました。日本にはたくさん学びたいことがあります。アニメから始めたけれど、今は料理じゃ、日本語じゃ、そして科学技術などに興味があります。でも時間がありませんでした。大学で何を勉強するか決定しなければいけませんでした。進学はたくさん疑問がありましたし、私は科学が得意だから電気工学を勉強したら日本に行くことはちょっと簡単だと思いました。そしてそこで大切なことが起こりました。大学では電気工学だけではなく物理と化学と化学も勉強しました。そして恋をしました。それからは頭に大きい変化が起こりました。今まで信じていろいろなことを嘘だと思い始めて、今そのことが私の考えるのことの中心です。たくさんのことを学んでいますから嬉しいです。私の頭がオープンになって、そしてそして新しいことを分かりました。しかし家で
たくさんの問題が起こりました。何を信じてもいい、私たちはあなたの信じることを受け入れますと父と母いつもそう言ってたけど、あなたの信じることは心から信じろ、心から信じなければいけないとも父と母いつも言っていました。だから家で問題がありました。子供の時たくさん家で会話がありました。でも今日今会話がありません。信条がありましたし、ありましたが今日信条がありません。私は悪いことしないけど、私は悪いしないけど、例えば土曜日は宗教、神のためだけの日で、友達と遊んだり、大学に行く、大学に行くことは、両親にとても悪いことです。両親には日本語のクラスのお金を払ってくれました。そのことありがたいと思います。でも毎週土曜日に彼らは教会に行くので、今日この場にいません。一番大切なことは考えるが変わった。今と前では家族の関係がとても違うことです。生きることはよくできません。そしていろいろなことが起こります。悲しいことや大変なことも起こります。でも人生にそのすべてが必要だと思います。人生と数は似ています。書き終わるまでは分かりません。でも、すべての線を書くことは必要です。今、家族との関係がなぜ悪くなったのか分かりませんけど、私の人生数には、これも大切なことだと思います。ありがとうございます。